誰かを羨むとか妬んでしまうって気持ちってあんまり綺麗じゃない、文字にされてきてないなと思ったんですよ。僕も地方出身者で挑戦して抗って、で東京って何なんだろうってずっと疑問に思ってたところを全部言語化されて、はいはい、うん、不安とか恥ずかしさに名前を付けたいんですよ。名前が分かると対処の方法も分かるし。他の町じゃダメなんですか？やっぱ東京なんですか？やっぱ人が一番しがみつく度合いが強いんですよ、東京だと思うんですよ。年収でもいいし、タワーの高い階でもいい、東京で少しでも上に行く、東京っていうゲームが存在するんですよ、明らかに。皆さんは今ネットをざわつかせているこちらの覆面小説家、麻布競馬場さんをご存知ですか？麻布競馬場の意味ってどういう意味合いが込められたんですか？東京に生きる人ってみんな競馬の馬と同じだなと思ってて、うんうん、好きに走り回ってるように見えて、実際みんな決まったコースを走らされてるし、うんうん、結局鞭打たれながら競争させられてるっていう点で、うんうん、すごく競馬場的だなと思うんですよ、うんうんうん、なんでその皮肉を麻布競馬場という名前にしました。麻布競馬場、通称麻競さんは、成功者の象徴、タワーマンションなどを舞台に都会の格差や嫉妬心を描いた短編小説をツイッターに投稿し注目を集めています。例えばその内容は、港区、タワマンに憧れ東京に出てきた男性、愛読書、東京カレンダーを手に新生活を始めるも激務に追われる毎日、趣味は収入を持って登録したマッチングアプリ、もちろん鳴かず飛ばず、無理して借りた南麻布の部屋から見える景色は東京タワーではなく高速道路、そして故郷に思いを馳せる。こうした背景から現代人の生き様をあぶり出す作品はタワマン文学と呼ばれ、今人気となっています。その火付け役とも言われる麻競さんは去年、ツイッター上の作品をまとめ書籍を出版、5万部を超えるヒット作となりました。誰かを羨むとか妬んでしまうって気持ちってあんまり綺麗じゃないこともあって、あんまり文字にされてきてないなと思ったんですよ。多分みんな文字にするのが恥ずかしがってんだろうなと思って、自分が書いたものより気持ちよくはないんですけど、でも確かに思ってるなと思って、セラピーみたいに書いてますね、自分自身にとっての。そんな謎の覆面小説家、麻布競馬場さんがスタジオ生出演。人気の理由を本人と共に考えます。今話題の麻布競馬場さん、厚さんご存知でしたか？いや、今回萌さんに、はい、厚さんはこのストーリーが好きだっていう2作品を選んでもらって、はいはいはい、読んだんですけど、もうバリバリに刺さってAmazon で本をすぐ買おうと思ったぐらい、すっごい、まあ、僕も地方出身者で東京にこう挑戦して抗って、で東京って何なんだろうってずっと疑問に思ってたところを全部言語化されて、はいはい、でそれは俺口に出すことが恥ずかしいと思ってたんだけど、それをバーッと文章にされると、いやそんなにその恥ずかしいことじゃないから堂々と東京を恥じていいんだと思ったおお、松さんも刺さっています。いやでもすごい触れたことない文学、ね、はい、タワマンなどを舞台に日常の出来事や感じたことを短編小説にしてツイッターに投稿、そのストーリーをまとめた短編集が大ヒットとなっています。覆面小説家、麻布競馬場さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ネットでは麻競の愛称で親しまれてますが、麻競さんでいいですか？麻競でお願いします。はい、麻競さんよろしくお願いいたします。タワマン文学とも呼ばれるジャンルですが、田中さんどういったものか教えてください。はい、ここ数年ですね、ツイッターに文学的な書き込みやポエムなどを投稿するツイッター文学活動というのが注目を集めてきています。そんな中、麻競さんはですね、その派生ジャンルとも言われるタワマン文学の担い手として注目されているんですね。で誰もがこう羨む生活を手にしながらも、どこかに抱える虚無感などを表現するタワマン文学、麻競さんの著書をはじめ続々とヒット作が誕生しているジャンルということになります。ということで、覆
面小説家ということですが、今ね情報読んでた田中さんもファンなんですよね。そうなんですよ、私もあの以前からファンで、もちろん本とかも読んでますし、ツイッターもこう毎日楽しく拝見してるんですけど、やっぱり私もこう地方出身者だからか、こうなんていうんですかね、東京にこう結構憧れと、あと結構自信を持って出てきたんですけど、東京に出てきてみたらもうさらにこう恵まれたキラキラした、例えば大学の内部進学生とか、うん、そういう人たちとかを見てこう結構こう感じた、その東京の姿がリアルだなと思ったり、あとこう誰しもね成功してこうキラキラ憧れた生活をしていても、人の心の中のどっかにはこうなんだろう、劣等感だったり、なんか人への嫉妬心とかいろんな感情があると思うんですけど、それをこううまく表現して、なんか心をぐさぐさ刺してくる感じが私は大好きです。あと 俺にこれが刺さるって選んだ2作品なんでそう分かったの？あのこの前 あの出された著書の麻布競馬場さん著書の中から選んだんですけど、まあさまざま設定がいろいろあるんですね。女性が主人公のものもあるし、男性目線のもあって、うん、で男性かつ敦さんはこうちょっと東京で遊んだりも経験してきてるかなみたいなのも含めあの選んだストーリーになります。だからちょっとした優越感もあるんですよ、うん、だから俺はそのあの落ちこぼれ東京生じゃない、うん、だけど読んでいくに従って、いやもしかしたら俺こそが着飾った東京人間なの山口県出身です、これから多めに言おうと思って面白かった、面白かったです。もうあの言葉の選び方が、だからさっきちょっとお話聞いたら、もう140文字で即興でバーッと書いていくって聞いて、はい、僕はもう日頃からこのキーワード使ってやろう、キーワード使ってやろうって貯めてるもんだと思ったんですけど、そうじゃないんですよね。やっぱ書くものがあんまり人様に誇れる内容じゃないので、多分書き溜めると恥ずかしくなって書けなくなっちゃうんですよね。なのでもうその場で思いついて書かないとあれ書けなかったなと、でもその場で思いついて書いたものがこれだけぐさぐさ刺さってるっていうのはご自身ではどう捉えてますか？もともとは人を不快な気持ち、不安な気持ちにしたくて書いてたんですよ自分自身が結構悩んじゃうタイプで、そうなんだから淳さん、あれこれ、あこれ自分だと思った時にちょっと恥ずかしく不快な気持ちになる人も中にはいるかもしれない、うん、いや俺に当てはまる部分あるなっていうのを、うん、なんかちゃんと言語化されて、なんか自分の病気をちゃんと診断されるとすっきりするってあるじゃないですか、うん、あれに似た感覚がありました不安とか恥ずかしさに名前をつけたいんですよ、うんうん、それが名前が分かると対処の方法も分かるし、これからどう向き合っていいかも分かるから、うん、ちゃんとどっかで自分の不安とか恥ずかしさと向き合わなくちゃいけなくて、そのきっかけになったらいいなと思って書いてるんですよ。すごい僕も面白かったんですけど、これどの層にこう具体的に刺さるのかなっていうのが気になっていて、っていうのはこのまずタワーの話とかも、まあ、正直地方で普通にこう高卒で、まあ、今も地方で子供もね、はい、生まれて生活してる人はハッって感じの子だと思うんですよね。でさっきちょっと CM 中に2人で話してたんですけどいやまあなんかそんなに、なんて言うんだろう、この多分世代間にもすごいギャップがあって、例えば20代今のね20歳と40歳では多分東京に対する考え方も若干違うんじゃないかなと。全然違う。だから僕らの周りだったら、いや僕愛媛の田舎出身ですけど、まあ、東京大学出てきた子も結構地方に戻るんですよね。もう地方がいいって。だから東京に対してなんか憧れもそんな別にないし、東京という街がなんかすごいこう素晴らしい場所できらびやかで楽しいでみたいな、なんかそれもなんかあんまりこう感じてない世代もいるんじゃないかなと思うから、なんかどの層に具体的に刺さってるのかなってすごい聞きたいですね。東京に戻、東京から地元に戻ることに、そのいわゆる都落ち感みたいなものは全然ないと思う。感じてない、一切ないですね。だからそのたまたり描いてますよね、朝霧さん。そう、やっぱり世代の病気なんだなと思って、これ世代が分かれるってことですか？一回ね出ちゃったらもう戻れないみたいな、脱藩したみたいな感覚がやっぱ あったんだなと思って、坂本龍馬好きだったから、なんかもう土佐には戻れないみたいなのがあったのかな地元の人間よりも自分は頑張ったから出れたんだみたいな、そういうかっこ悪い多分気概もあって、えそれいろんな反応を見てて何歳ぐらいにこう線があります？狙ってたのは多分27、8歳から33歳ぐらいが刺さるんだろうなと思ってたんですよ。というのも自分の同世代とか、あと自分がよく会う人たちだから、まあ自分はその人たちの気持ち分かるだろうと思ってたんですけど、最近鹿児島のお母さんから、ママですね、僕のお母さんじゃなくて、もう
50歳ぐらいのお母さんから連絡が来てすごい刺さりましたと、うん、私の息子がこの春から東京に行くので予防接種で読ませました、うん、あだから一番ダメなタイプですよねちょっとまだ幻想抱いちゃってるわけですよお母さんはねでも実際別にそうじゃないよっていうことですよね、うんうん、それもまた面白いなと思って、うん、なんかコロナで私としては変わったなと思ってて私25でコロナになった年が新卒1年目の世代だったので結構みんな、まあ、戻ったりとかあのリモートワークに一気になったために東京の子よりもいや田舎でよかった田舎からリモートできる最高とかインスタのストーリーも結構自然の前でパソコン開いてる絵とかなんかそっちの方が私たち世代は結構ステータスだよねっていうのをさっきちょっと確認しちゃいました僕らの少し上の世代だと地方に行かずに湘南とかに行きませんでした ありましたね、うん、鎌倉とか湘南とかあっちの方に住むっていうねまたその話も聞きたいな他の町じゃダメなんですかやっぱ東京なんですかそこってストーリーやっぱ人が一番しがみつく度合いが強い町で東京だと思うんですよね、うん、大阪に一回取材に行ったんですよタウマン文化校夏季に、うんうん、大阪の ABC から仕事もらって実際旅費もらって行ってきたんですけど大阪の人って相当地元を愛してて逆に東京に行く人間は成功した人間じゃなくて、うん、地元でうまくやれなかった人間だって彼らは思ってて、うん、おそらくでもそれが東京以外のローカルの感覚なんですよある意味東京は地方で馴染めなかった人の決勝戦でもあるんだなと思ってはあざけいさんのおっしゃるはしごレースの恐ろしいところは、うん、終わりがないんですよずっと登り続けないといけない、うん、でも2人が全くピンときてないのがすごいあだからもう全く違う感覚で捉えてんだなだからその大沢さんは地方から東京に出てきましたけどはしごレースには参加してないですねいやだからはしごレースってその概念がちょっとよくわからないのはねいやそのねまさにいい会社に入ってとかいいお給料でとかいい仕事について別に東京に限った話じゃなくて多分世界中あらゆるとか全ての国地域でまあ起こるわけですよねこれ社会というものに対しての、まあ、実際現象だと思うんですよねだからもちろん東京がそれが可視化されやすいっていう側面はあるとは思うんですけどいや例えばなんか僕が知り合いの人から聞いた話だとこうね お旦那さんの会社の名前が入ってる名刺を奥さんが持って学校で挨拶するとかね、うん、最高だ、だからいいネタありましたねいいネタ好きいやなんかあのお金もらいますよそれライセンスでもその可視化してるわけですよ可視化されやすいってあるけどでも概念自体はいろんなところにあるしその概念をなんか東京ゲームとして捉えてるっていう感覚は、まあ、個人的にはあんまりこうないからすごく新鮮ですよね、うんうんうん僕らの頃って幸せの尺度が明確だったと思ってて給料とか、ね、あと会社昇進とか、うん、あと家族とか会社の名前とかねで若い人って最近そうじゃないってよく言うじゃないですか、うん、僕らの価値はもう多様化してるから一つの尺度で測れないって言うけどじゃあみんなにとって本当にオリジナルも自分だけの幸せの尺度って見つかったんですかって聞いてみたいんですよねあそれは僕思うのはねやっぱね作られてるんですよ SNS で、うん、もう幸せっていうのの見せ方っていうのが要は嘘つけなかったんですねこれまでは、うん絶対嘘つけなかったんだけど今も嘘つける時代になってるんで、うん、いくらでも自分の幸せというのを客観的に外に対して見せることができると、うん、だからめちゃくちゃこうインスタできらびやかな人も、まあ、実はそんな、まあ、懲戒なかったりねやっぱりどっかコンプレックスがあったりとかするけど、うん、それを乗り越えて見せる手段嘘をつける手段っていうのが生まれたっていうのは一つは大きいと思います、ねうん、それで生まれる寂しさとかね虚しさみたいなのをものの見事に描いてるから、うんうんあとあれを描いてほしいんですねリクエストいっぱいありますねあざけいさんの本を読んで分かった風になって笑ってるやつの惨めさみたいなその本に対してちょっと上から目線で、うん、ゴールデン界とかに5億人ぐらいいます早稲田卒の連中いっぱいいるんで、ねうん、これなんか僕とある芸人さんに聞いたのはなんで芸人になったかっていうとモテたいから芸人になったらと、うん、モテたいからテレビに出たんだと、うん、なんかそういうことをおっしゃる人がいたんですけど早稲田さんどうか分かんないけど俺はもう全くそうですあ本当ですか、はい、でなんかそれがないってことなんですかねなんかそれがすごい不思議ですどうなんですかそういう欲求とか認められたい承認欲求ねなんかズルじゃないですかそれでモテるもんってえ、うん、あチートですよねそのそうそうそうメディアの力を借りてそのナンパがしやすくなるとかでしょそのチートはチートででも面白いんですかいいじゃないですか堀潤さんいかがでしょうかつい昨日のニュースでしたけどまあ転入超過なんですね東京この中で、うんうん、で時代変わっていや地方も行きますよって言っても実際には暮らしを生活を求めて東京にはあるんだと思って来るわけですよでも実際には今ないんですよね、うん、でそこのこうギャップ
ださっき鹿児島のお母さんでしたっけ、はい、予防のために息子に読ませたっていうのはそれはもう本当にあの肌実感として持っている危機感だと思うんですよね、うん、東京に行って成功してくれたらいいけど今そういう時代でもないから本当に大丈夫かなっていう心配の思いもあったのかなってだすごいだから時代のなんか、まあ、今を捉えてらっしゃるんだなっていうことは実感しました。だからこそ地域が今何を生み出せるのかっていう方に真剣に舵を切らないと全く産業を生み出せない日本になっちゃうなっていうことを逆にこう危機感をこう拝見していて思いました。ラザケイさんは今後どういう活動されていきたいんですか。僕はもう基盤は絶対東京にしがみつきたいなと思うし、で東京にしがみつく人の哀れさをこれからも書き続けたい。逆説的なんですよ、うん、東京のことが好きだけど、うん、東京にしがみつく人のことはかわいそうだと思ってるから自分自身のこともある種自己否定してるんですよ、ねうん、でもそういった自分をやめたくないし書き続けたい、うん、いろんな表現方法ありますけれども、はい、今と同じこうツイッターを元にした小説というのが軸ですか。あでも割と点々といろんなことやってて昔 YouTuber とかもやってたんですよ、うん、これごめんなさい地方って言ってもですよ福岡とか大阪とか松山も50万都市ですけれどもそういう話はないような気がするんですね。だから僕なんかしたら福岡とか大阪とか東京ってまあ同じなんですよね。いや本当そう地方、まあ、地方って言ってもですねやっぱりその30万人以上ぐらいの都市とか中核市みたいなところっていうのはまたちょっと別の階層で議論しなきゃいけない問題でそれこそもう人口が10万人とか消滅可能自治体みたいなところを、うんどうこう創生しているかってこれはまあもちろん新規事業とかイノベーションとかなるわけですよ。地方が明るいってもおっしゃったけどでも裏日本とか呼ばれてる時代もあってね、うん、別に明るさっていうものが必ずしもずっとあったわけではないと思うんですね。だからそのあたり考えていくと、まあ、例えば半導体熊本とかで半導体の企業をどんどん誘致していこうってしてますけれども、まあ、新しいイノベーションの創出っていうのを消滅可能自治体ってところここでやると3つぐらいの、ね、レイヤーにちょっと分けて考えていくっていう議論が地方創生では多分必要だと思いますね。淳さんね最後にここまでの議論聞いていかがでしたか。僕はあの文章の紡ぎ方がもうすごく好きだし今感じているのは、まあ、東京にしがみつくっておっしゃってましたけどしがみつかなくて東京を見切った男たち、まあ、東京を見切った人間が地方に行ってもなお幸せを見出せないっていう小説とか逆浸透膜やめちゃう。そうなんですよ、そうなんですよ。だから本当にその世代によって東京に憧れて東京に染まって東京が違うって言って東京出る人は実は東京染まったまま地方に行くからその入化しないっていうか、うんま、混ざってる風だけど混ざってないっていう世代が異質なまま帰ってしまう。そうなんです。なんかその人たち俺見てるから馴染めてる風にしてるけど馴染めてない。あのウユニ塩湖の話はちょっとそれに近いのかもしれない。東京の風を吹くこと、吹かせることをやめられない人間ってやっぱいるんですよ、ね、地方に帰っても、うん、ぜひまたご覧ください。もう僕はもうあの作品を紹介してもらって、はい、マジでありがとうございます。読んでください。他にもたくさんストーリーありますので、はい、次読むべきあのストーリーをぜひ、はい、あの3年4組のみんなへみたいな皆さんへかなそういうのとかも先生のやつですね、はい、面白いと思います。ちょっとおすすめされるがままにちょっと読んでみよう、はい、萌えさんセレクトぜひ読んでみてください。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。